はい、どうもん。ハッシュタグをテロップにつけておきましょう。ハッシュタグはちょっとめんどくさいので猫の日だけでよろしくお願いいたします。はい、ということでマリンちゃんハートいっぱいありがとうございます。いきます。アップアップガールズ学校に行きの島ちゃんこと島崎です。本日はですね、ちょっと待って、ゆりどうした？かわいい、かわいい、このあなた。だってなんたってね、今日は2022年の2月の22日でございます。猫の日。はい、そしてね、アップアップガールズかっこ2期というアイドルグループで活動させていただいておりますということで、2期の日でもありますね。今日はとってもおめでたい日なんですよ。なのでちょっとおめでたい感じでお届けしようかなっていうふうに思っております。ありがとうございます。みんな拡散してくださいね、可愛いと思ってくださったのならば。もうね、一番猫の日っぽくない？ゆりが。もうね、まあでもショールームってすごいですからね、世界は広いですからね。多分いろんなところでね、可愛い女の子たちがね、あれ耳が痛いな、すごくたくさん猫になってると思うんですけど、ゆりも負けじとね、今日は頑張って猫になってみました。はい、ということで電気暗いのは気のせいですね。そうなんですよ、ちょっとね、なんか夜中、そう今日のね12時頃にいただって、なんか頭頭痛がしまして、ちょっとね頭耳の方がねうずきまして、ボボボボボッパーンって猫になっちゃいました。はい、あ、みんな猫のギフトがあるんですよね、猫鍋のギフトね。はい、とても可愛い、可愛い、すごいシンパシーを覚えるのでね、嬉しいです。ヤギ沼さんありがとう、マイケルさんレインボースターありがとうございます、クワトラさんかわいいありがとうございます。フフフ、笑みがこぼれちゃってますよ。あ、耳が4つあるとよく聞こえるのかしら。耳が4つ、何の話してんのか全然わかんないんだけど。いや、耳2つしかないよ、ほらこことここでしょ。ちょっと何の話してんの、みんなにはちょっと何が見えてるのかな。ねえ、生卵ステーション師匠さん、猫ちゃんありがとうございます、こんばんは。はい、いや、ゆりね、もう今日の22分を迎えるのが楽しみで仕方なくて、はい、でもみんなとこの配信で迎えたいと思ったんですよ。うん、だから10時からにした。いや、まあいつも10時からやらせていただいてるんですけど、でもね、やっぱ今日こそは、今日じゃないとね、充電器、あ、待って、充電してない、チャラリーン、チャラララララーンっていうことで、果たしてあと10分、ないんだけどね。顔の脇についてるのは何？顔の脇？あ、髪の毛ですね、これは。顔の脇、髪の毛ですね。はい。ちょっと何の話してんのか、ちょっと全然わかんないんだけど。なんか去年、去年だよね、多分。この耳はね、まあ私物なんですけれども。ちょっと待ってくださいね、待たなくてもいいけど、壁紙を堪能しててください。めっちゃ見えてた、恥ずかしい。はい、はい、ありがとうございます。
何も見えねえですよね。ゆりしか見えですよね。前しか見えねえってことで。はい、楽しみですね。ちなみに、ゆりね、部屋に時計2個あるんだけど、1個はね、あの壁掛け時計と、こう、こっちがね、数字の時計なんだけど、1分早いんだよね。そう、1分早いの。多分ね。だから、あの、微妙にゆりが22分を迎えるのは、みんなより早い世界線になってしまうかもしれない。あー、びっくりした。だけど、ぜひね、スクリーンショットを撮ってください。光るんですよ、この時計。これ今、10時15分ですね。ほら、すごいよ。2月22日の2022がね、あるんだから。それだけなんだけどね、こういうの好きだよ、ゆり。うん。わかります？こういうのいいよね。そうなんですよ。あ、やばい、猫ちゃん入れてないじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に待ってください。今日はみんなをね、いっぱい待たせてしまっているんですけれども、でもちゃんと写真あげるから。そう、さっき自撮りしてたんですよ。そう、自撮りをしてインスタにもあげたいけど、ちょっとあげるかは分かりませんってことで、今日そうだな。まあ22分を迎えるまで雑談をしたいんだけど、みんな予告してくださいより、雑談をしてると気づかぬうちにちょっと過ぎちゃってたとかあったら困るんで。はい、ちょっとね、ゆりね、面白い話を聞いてたんですよ。ゆりにとって面白い話だけど、まあすごい個人的な話だから、勝手な自分語りをするんですけど、ゆりさん、子供の頃の話をね、今日おばあちゃんに聞いたんですよ。ゆりが小さい頃の話。まあ、子供って今19歳なんですけど、実はね、19なんですけど、まあ、幼稚園生ですよ。小学校に上がる前の話。面白い話するからね。なんかあんまりさ、その前の話っていうよりしないじゃないですか。てか、ほとんど覚えてないからしてないっていうのがあるんですけど、おばあちゃんに聞いたわけですよ。で、割とこんな子供だったんだよみたいな話をねしてくれるので、みんなどんなさ、どんな幼稚園生、どんな、幼児っていうんですか、なんてね言えばいいのか分かんないんだけど、子供だったか分かりますか、分かりますかっていうか、だったと思いますか。いや、面白い話だよこれは。だってゆりは面白いって思ったもん。自分が自分でね、自分を自分でね、自分を自分が、あと5分、ありがとうございます。うわ、緊張するな。うぃ、はい、そう、あ、でゆりゆりクイズする。あ、めんどくさいからいいか。多分あと 4分ぐらいだから危ない。そんなことしてたらね、間に合わなくなっちゃうんで。ガラス破りまくった幼稚園生。あー、あながち間違ってはないんじゃないでしょうかね。まあ授業はしっかり、授業っていうかね、そういうのしっかり受けてたと思うんだけど、時間過ぎるんよ。まあ簡単に言うと、怖かったんだってゆりって。えーって思うじゃないですか。え、ちなみに今ゆりのことを、まあ、もしかしたらね、初めて見てくださってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、怖いなっていうイメージをね持たれてる方、わかんないけど、あまり多くないんじゃないか。まあちっちゃいから圧が少ないっていうのも
あるんだけれども、ちょっとみんな時間は気になるけど聞いて。そう、怖かったんだって。エピソードがね3つあるんだけど、え、怖い？あ、待って、みんな怖いって思ってた、もしかしてゆりのこと。現在進行形で。どんなとこ怖い？あざとすぎてってこと？ゆりってあざといのかな。風が来るんだけど、窓開いてないのにね。じゃららららん、じゃららららん、じゃららららん、じゃらららららんってことで、まあ、いいんですけど。可愛いの暴力ありがとうございます。それは嬉しいですね。カップ麺作ってください。え、あと2分なんだけど、待って、すごいことに気づいちゃった。10時。え、ここ普通22でしょ。あー、間違ってる。じゃんじゃん。はい、って感じなんですけど、まあいいです。まあなんだろう、どうしよう、どうすればいいのかな。でもね、これ PM だから設定的な感じでは変えるな。あと1分だ。12時間表示なんだよ、気づかなかった。ちょっと早く教えてよ。まあいいか。もしね、本当に全部2がいいって思ってくださった方は、思った方は加工してください。来るよ来るよ。ゆり、あの反転してるからさ、画面が分かんないんだよね。今51分に見えるんだけど、21分ね。ちょっと前髪を整えます。どうしよう、ちょっとどういうポーズを決めるか。ちょっとみんな1分しかないから、あの言ってください。なんかはあ、緊張してきた。はーい、これにショット撮ってくださいね。まあ、あのみんなより早く2分迎えた。みんなより早く迎えてると思うんだけど、猫かな。あ、光ってる。黙ってるよ、変な顔になりたくないから。もうポーズないよ。あっ、過ぎました。はい、ありがとうございました。あー、みんな迎えたところでしたね。あ、20、ありがとうございました。マリンちゃんブラボー、あゆさん、猫ちゃんありがとうございます。熊太郎さん、猫ちゃんありがとうございます。はい、みんな撮れましたか？いいの撮れたよね。はい、ありがとうございます。すご褒美よかった。すごい、なんだろうこの達成感。なんだろう、なんですかね。ありがとうございました。ただね、ポーズを1分間決めてただけだったんですけど、どっか行かないで、お話、面白い話するから。りょうきさん、猫ちゃんありがとうございます。ツイート、あ、待って、ツイートすればよかったな、ゆりも。いや、でも配信で迎えてるから、うん、大丈夫。
いやでもね、あ、ちょっと22秒にツイートしたかったかもしれない。いやそこまで脳みそは回ってなかったですね。まあ、もう一個の携帯でねログインすればできたかもしれない。まあもう終わったことをねとにかく言うのはやめましょうで待って、みんなもう眠りにつきます？そんな時間？まあこれからね面白い話するから、うん、待っててくださいはい。でめっちゃハードル上げてるんだけど、みんな覚えてる？絶対ユリの話みんな時間意識しすぎててね入ってこなかったと思うんだけど、そうよ、ユリがね幼い時の話だよ。これ貴重なんだからね。貴重ですよ、かなり。はい次は200年後よろしくお願いします。はい、怖いね、子供だったっていうことで。そう、一個ね、エピソード1、まずこう、うちおばあちゃん家に行ってた時に親戚のねおばあさまがねもう来たんですよ。でその方の証言です。ゆりがロールパンを食べてたんだって。ロールパンを食べてて話しかけたら怒ったらしいですよはい、それで怖い子だなって思ったっていう証言1でした。はい、エピソード2、ですね、まあなんかこれもおばあちゃんの話なんだけど、チューリップが綺麗だったんですよ、その時、その時期ね。その時にチューリップ撮ろうねって言って、チューリップのねと一緒に写真を撮ろうねって言ったんですって、ゆりに。そしたらゆりチューリップを撮っちゃったんだって。バンバンバンって、何してんって感じですよねこれ多分ただ日本語を勘違いしてたと思うんだけど、だとしてもやんなくないそれっていうもう完全にさ覚えてないから、ゆり自分もちっちゃい頃の怖いなーって思いましたね。はい待って、エピソード3があるんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと忘れちゃったなあ、思い出した、エピソード3。まあ、より2人お姉ちゃんが1人いて姉妹なんですよ。だからお洋服とか買いに行くときにね、こうよく一緒に連れてってもらって、でおばあちゃんとお母さんたちと、そう家族とかで移動してたんですけど、その時にまあやっぱり一人ずつねこう洋服決めるじゃないですか。でやっぱお姉ちゃんから決めてたのかな、その時は。そしたらなんかより自分多分自己中だったんですよ、すごい。だからお姉ちゃんの服を選んでる時にこういう顔してたんだってこういう顔してたっていうか、ちょっと拗ねてたらしいです。拗ねてましたね。そうお姉ちゃんばっかりっていう、まあ、ちょっとちっちゃい子あるあるなのかな、これは。うんうんっていうこういう拗ね方をするんですよめんどくさいタイプって感じでしたね。あ、もう一個あるわ。でその後もらった時に、おばあちゃんとお母さんがまあお金をね払ってくれるじゃないですか。その時にもう店員さんもねいらっしゃる状態の時に、どっちが買ったのってどっちが払ったのって聞いたんだって。で、あ、私だよって言った時にありがとうってなんかすごい嫌な感じって思って別にさ、どっちがでね、別に誰が払ってもいいじゃない、みんなにね買ってくれてありがとうって言えば、まあ可愛い子だなって思うかもしれないけど、なんか嫌な感じって思いましたね自分に対して
なんかねそんな話を聞いて、ああまあなんか今こういう嫌な感じだったんだなっていう風に思えてよかったなって、こう思えるように成長できてよかったなって思いました。いいですよこのエピソードね、初めてゆりもね知ってね、あ話したいって思って持ってきました今日ここに。いいでしょ。いやだ本当になんかあの時のままだったら危なかったね。危なかったね。ちょっとこれ耳こっちがすごいパタパタしちゃうんだけど、あ痛い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 。ちょっと怖かったのよ。月さんありがとう、ありがとうございます。そんな感じでしたね。なんかすごい写真とかも撮るときに決めポーズとかしない子で、なんかこういうなんかこういう感じでよく写真に写ってましたね。そうお姉ちゃんは今のゆりみたいなね、バチバチに決める感じのタイプだったんですけど、ゆりはこういう写真撮ってるよっていう感じでしたね。アルバム見てもそんな感じでした。そうやっぱね、生まれたては鳥柄だったから、鳥柄とかおじさんだったの。そっから、まあ、今までね記録更新中してるわけなんですよね。どこで方向転換したんって、どこだろうね。やっぱ小学校じゃない、小学校に上がってからじゃないですかね。いやでも幼稚園生に上がる前の話だと思うのそれって。だから多分幼稚園生の段階とも馴染めてたと思うから、怖い感じではなかったですね。生まれながらの反抗期でした。うん。今はねその反抗期、今反抗期だと思いますより。やめろや。やんないですよね皆さんに対しても。当たり前ですけど、触らないでくれろって言わないとね、まあ、ちょっと反抗期がね脱出できたんじゃないかなって思います。あ、黒猫に成長しましたね。でも言葉遣いはね、あの汚い、なんていうの、悪い言葉遣い、悪くはなりたくないなって意識してた。そう、丁寧に丁寧な暮らしをね生きて、うん、意識して生活はしてました。何の話だか分かんないんだけど、その反抗期っていうんですか、そうだからあんまりねバカとか言わなかったんですけど、まああのちょっと内弁慶なところあるのでバカとか言うんですけど、たまにね。それ以外は大丈夫です、大丈夫になりました。そう今日はこの話をしたかったんですよ。いやでもね難しい、敬語って難しいなってすごく思いますね。なんかあの親しい敬語を使っててもこう硬すぎるとさ、あの近寄りがたいじゃないですけど、くなるじゃないですか。感じで敬語を話そうとするとなんか敬語がちょっとねめちゃくちゃタメ口っぽくなっちゃったりとか、そう、それ本当になんか気をつけなきゃって思うんですよね。やっぱ先輩とかに対してもすごく失礼な感じになっちゃうと本当にいけないのでね、ちょっとこれからも学び続けていきたいと。
そうそう、なんかたまに出るタメ口みたいな感じありますよね。いや、よくないよりはね、ちゃんと意識して、まあそれ計算でできたらね、かっこいいですけど意識してね、ちゃんとパキッパキッと敬語、タメ口って分けれるようにやりたいなと思いますね。お、ありがとうございます。二の日二期の日、猫の日、おめでとう、ありがとうございます。はい、少年、少年っぽいですか。え、本当ありがとうございます。はい、そんな感じですね。ちなみにね、でもみんなにね、やっぱゆりゆりクイズもう一個したいことあった、あったんで開催するんですけど、ちょっと難しいな、どういう風に開催しようかな。はい、いいですよ。ということで、2月22日猫の日の充電がね、あ、20% になっちゃいましたね。はい、改めまして、猫の日のゆりゆりクイズ。はい、本日はね、まあ、今日めちゃくちゃ言ってるし意識してるんですけど、猫の日ですね。とすごくもう全身ね、黒猫とか猫、ね、猫を意識してるにもかかわらず、一つだけね、猫の日じゃない要素がよりあるんですよ。それは何でしょうか。チクタクチクタクチクタク。ルール、ゆりゆりクイズは一人一答まで、正解された方にはゆりゆりポイントというのを差し上げております。4択にして結構絞りますね。じゃあヒントをね、出したいと思います。まあそれは結構大ヒントだな、こちら。まあ皆さんの今画面に見えるよっていう話、あ、画面に見えないな、画面に見えないけど、まあ、画面から連想できるっていうんですかね。難しいな、すごい 大ヒントを言いたくないから、ちょっとね、結構スランスランっていうヒントになっちゃうんだけど、ちょっとみんな今日は当ててほしいぜ。だってなんて言ったね、今日当ててくださったらゆるゆるポイントをね、2222ポイント差し上げたいと思います。やった。そう、猫の日なのにもかかわらず、え、それはそうなのっていう答えになります。ちょっとね、ちょっと耳が狐っぽくなってしまうので、ちょっと痛いよ、難しいな。いい感じですね。皆さん答えてください生卵ステーション師匠はね、晩ご飯がカレーというのを答えてくださってるんですけれども晩ご飯がカレーパーヤパーヤパーヤパッパーって、ちょっとラッタンプイク歌っちゃいたくなく歌っちゃいたくなるんですけど問題をもう一度、ゆりゆりクイズ、問題、猫の日、今日は猫の日ですが、猫の日にもかかわらず、それはそうなんかーいっていうのをね、っていうものがあります。それは何でしょうか。まあ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 、まあ、あの答えてくださった方ね、読み上げたいと思いますよ。私まだお二人しかいない。靴下の柄が猫になってない。なるほど。さあ皆さん、どんどんじゃんじゃん回答いただきたいですね。実は犬派
あ、待って、めちゃめちゃ耳が痛いんだけど。福ちゃんと仲良くなった。あー猫型のパンを食べた。それはそうなんかい猫ちょっと止まっちゃうんだけど、猫の猫にしては可愛すぎる。まあそれはそうよねはい、ということで回答を締め切りまであと5秒。5、4、実は狼の耳。3、2、1、終了。カン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 。月さん、かわいい、ありがとうございます。マイケルさん、いや実はタヌキボケ、あごめんなさい、みんなにねちょっと大喜利を求めちゃう節があるので、ありがとうございます。ということでこの中に正解者はいらっしゃいます。おめでたい、これはおめでたい。ジークーリットさん、かわいい、ありがとうございます思い浮かばなかった、はい、ごめんなさいね。ですが正解者がいらっしゃるんですよ今画面がありがとうございます、おめでとうございます。マグさんの回答は靴下の柄が猫になってないだったんですけど、すごいよこれね、本当にその通りで、っていうか痛い、足が上がらない。見て、あのスクリーンショットはしないでいいんですけど、靴下ねこれ。え、止まってる？あ、止まってない犬なんですよ。はい、お見事です。え、自信ありました？正直すごくない？それっていつの間に、え、見えたとか、それとも本当に本当に予想が立った。今日はね猫の日だから猫猫クイズしてますね、当たるのすごくない？当てるのすごいよ、おめでとうございます。ビションフリーゼ、あ、そういう犬種なんですかね、ごめんなさい、申し訳ないんですけど、この犬種はねポメラニアンだと思っておりました。あー、ゆりゆりの気持ちになって考えました、ありがとうございます。そしてそんな正解してくださったマグさんにはゆりゆりポイント2222ポイントを差し上げたいと思います。にゃん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 、おめでとうございます。はい、ちょっとね見えない方は頑張ってください。でもイリアもうこれ以上無理です。はいはい、でした。いいでしょ、かわいいワンコの靴下なんですよ。え、そこは猫じゃないんかいっていう感じでした。マイケルさん、馬、ありがとうございます。馬すごいね、まさかこれを正解してくださるとは。ちょっと難しかったかもしれない問題がねまたあのゆるゆるクイズはね出しますので、近々お楽しみにしていてください。はい、ゆりなんかさ、去年の猫の日だったのかな、もうなんか黒猫になった気がするんですよ。いつだったかなって思って、いつも当たる気がしないうん、カレーの回答だからゆりがね、ゆりがそっちに寄せるしかないんだ。お帰りなさいただいまと言われたらお帰りと言いたい、そんな落とし頃、はい、なんですけど、既視感あるよね。そうなの、前にこの
これをつけた時はまあちょっと前だったんでね、全然その時知らなかった方もいらっしゃるかもしれないんだけど、こういうツインテールをしてて、いつだったかなって思って、黒猫してたのは一昨年の誕生日の後の席会をめちゃくちゃ覚えてくださってる。あ、耳が痛い今の。席会だ、そうだ、席会ですね。思い出した、ありがとうございます。そういえば何曜日でしたっけ。うわー、多分ね、火曜日。そうじゃん、ねえ、忘れてたでしょ。ゆりも忘れた。え、正解は時計見ればいいんだね。あ、当たった、火曜日だ、よかった、ありがとうございます。感動しちゃった。そうなんですよ、昨日、あ、そう、昨日の夜ね、初めてハロドリをこの時間帯にやってるんだっていうのを知りましたね。祝日前なのに引っかからなかった。そもそも明日って祝日なんだっていう。2月23、あ、わかるかもしれない。わかるかもしれないけど、ちょっと間違ってたらね、怒られちゃうんでやめときます。忘れないように書いておいたのに、書いておいた、書いておいてくれたの。あ、そういうことか。ありがとうございます。そうですよね、そうですよ、明日はもともとツアーの初日の予定だったんですけどね、残念ながら延期になってしまいましてね。まあそれでも延期っていう形なので開催できるっていうのはとっても嬉しいです。ので皆さんも楽しみにしていていただきたいです。とこんな感じで告知もね今しちゃったんだけど、アフガニキはツアーが決まってるんですよ。そう、そのツアーのチケットがね、この配信からも買えちゃいますので、皆さんぜひよかったらチケットまだゲットしてない方よろしくお願いします。きっと表参道が延期になっております、今のところね。また確定情報出ましたら SNS を、お知らせしますので、 SNS でよろしくお願いします。まあ明日一応そうね、明日から大丈夫っていう感じだった気がする。そうですね、最近本当に最近っていうか、でも何週間皆さんに会えてないんだ、ライブできてないからね。でも配信してるからなんかね、ゆりとしてはすごく皆さんをね身近に感じれているのでありがたいなって思います。ちょっとね、ニキラジどうなんだろう、わからない。木曜日だからもう多分大丈夫だと思うんだけど、うん、その辺もお知らせいたします。ね、また配信します。ということで、そろそろね11時になりそうですので、ちょっとね2月22日終わる前にちょっと SNS 更新できるように頑張りますので、そろそろ配信はね終わりにしようかなって思います。なんかさ、ここだけ見るとさ、ここやって言っててさ、サンリオピューロランドに遊びに来た子みたいじゃない。ちょっと待って、あ、ちょっとサンリオ要素ないかな、ちょっとね身近にはないんだけど、クロミちゃんのカチューシャつけてる子みたいじゃない。伝われ。そう、めっちゃこの服装の感じもさ、
ピューロランドに遊びに来ましたっていう感じ。ピューロランド行きたいね。はい、ゆりね、サンリオはね好きなんですよ。はい、すごい熱狂的ってことじゃないんですけど、すごいハマってた時期ありましてね、好きなんですよ。だからなんかキャラクターの名前は言えるんですよ、ほとんど。そう、それがちょっとなんかちょっと地味な特技ではあります。ほら、ここにゴロピカドンの付箋がありました。はい、はい、ありがとうございます。なんかさ、今トキセンちゃんやってる？あ、トキセンさん確かになんかピューロランドでライブされてたかも。ファンクラブイベントで、あ、そうなんだ。へえ、絶対楽しいですよね。なんか映像ちょっと見たかもしれない、写真かな。どのキャラが好きなの？うわー、好きなキャラクターね割といっぱいいるんですけど、でもあの子好きですね。まあ、ポムポムプリンはもう安定なんですけど、でも最近ね、あの子好き、タキシードサムペンギン。タキシードサムが可愛いよ。そう、あの体型が可愛い。そう、あとケロッピとかも好きです。ケロケロケロッピ、なんか大体好きなのでちょっと申し訳ないですね、 DT でごめんなさい。でも昔の子たちも可愛い、パティ&ジミーとかも可愛い。なんかグッズとかでさ、割と昔のキャラクターが出たりするじゃない、新しくなって。なんかね、そういうの欲しくなっちゃうんだけど、まあ最近は一時の感情に流されないことを覚えたので頑張っていきたいと思います。ハンギョドンも可愛いよ。可愛いね、ハンギョドンっぽくない今の顔。あ、みんなスクショしちゃダメだよ。いいんだけど、個人的によろしくお願いします。可愛いよね、顔真似できそうだな。ケロケロケロッピは口がむずいな。本当にダメだよ、拡散しちゃ変な顔してるかもしれないから。はい、あとなんだろうな、可愛かった、ありがとう、よかった、そう言ってもらえると嬉しいです。一緒だった？違う、ハンギョドンは、うん、難しいな。これやと、ケロピはほら違う、全然違うって。こういう口か、こういう口か。猫ちゃんがいるじゃないですか。あ、今猫やってるからさ、あれやんなきゃ。キティちゃん、やばい、口あるわこれ。あ、リンゴ乗せて。キティちゃんのモノマネでした。あとなんだ、クロミちゃん。クロミちゃんって口はどんな感じだ、普通にこうか。ちょっと本当に分かんなくなってきましたね。マイケルさん、だるまさん、ありがとうございます。あゆうさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。今サンリオキャラクターの顔真似してました。むずいね、むずい。あとなんだ、あと何がいいかな。あ、それミッフィーじゃない、それミッフィーよ、ヨネさん。その口絶対的にできないですね。ハローキティ、ハローキティのポップコーンはいかが。ありますよね。一回ぐらいしかね買ったことないんですけど、はい。あー、キティちゃんや、本当にそれはキティちゃんだ。
そうだね。まあサンリオちゃんは可愛いですよ。サンリオみんな可愛いからね、みんな好きなんだけど。まあ皆さんもよかったらサンリオ、たまにね人気投票とかもやってますので。ゆりあのコギーミューも好きなんですよ。でも最近ね、あの人気になってきてくれて、なんかお母さんみたいな気持ちになっちゃう。よかったねコギーミューっていうあのね、西田しおりちゃんが好きだったかな。なんか本当に赤ちゃんみたいな感じで、キキララも可愛いよね。可愛い本当に。でからすごい詐欺をしてるので、そろそろ本当に終わりにさせていただこうと思います。先ほどねちょっと言わせていただいたんですけど、部下2期ツアーも決まってますので、皆さんよかったら遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、あとラジオトークっていうアプリでやってる2期ラジもありますので、まだアーカイブとかも残ってるから、そちらもよろしくお願いします。うんということで、最後はね告知じゃない、もう今したよね、ランキング読んで終わりにしようと思います。はい、ということで、ちょっと待って、押せない、あった、あ間違えた、10歳の方からいきます。りゅうきさん、生卵ステーション師匠さん、ジークフリットさん、あゆさん、ハローさん、ケイレップさん、マイケルさん、ヤギ沼さん、おゆさん&ハローさん、くま太郎さん、マリンちゃん、1位が月さんでございます。ありがとうございます。はい、にゃんにゃんってことで無理やり猫を入れてきた、思ったでしょ、何が悪い。はい、ありがとうございました。皆さん今日最後まで楽しんでください。まあなんといっても猫の日よりも2期の日で、はいぜひ盛り上げていきましょう。それでは今日もありがとうございました。そうですね、明日は祝日、お仕事のある方もいらっしゃると思います。頑張っていきましょう。それではせーの、おつしまでした。ありがとうございました。